傾斜スイッチを使って LED の点灯回路を作ります。今回は Arduino を使っています。これが新傾斜スイッチで、ちょっとこの足の関係的にこの角度じゃないと刺さらないので、最初から傾いてるので最初からオンになってます。逆にこれをこっちに傾けるとオフになります。でオンになります、オフになります。これは10度ぐらいで、10度傾けただけでオンオフが切り替わります。これは今回はパソコンから電気を供給しているんですが、別にこれは5V のアダプターで電気を供給しても大丈夫です。これがプラスで 5V につながってて、黄色いやつがマイナスでグラウンドです。これが10kΩで、こっちがプラスです。これ足4本あるんですけど、これは特にどこに刺してもいいです。でこっちマイナス、10kΩマイナス来て、こっちにこのジャンプワイヤーを渡して、でこっち片方の足、こっちがプラスで、こっち220オームがマイナスで、こっちマイナスの足につながっています。すごく単純な、回路です。でこれはまた別の傾斜スイッチなんですけど、こういうこれはこっちに横にしてオンで、こっちの横にしてオフってなるんですが、足がこっち方向にあるので、こういう風にして刺さないといけないんですね。だからちょっと回路組み立てるときに使いにくいので、こっちの足が直角に折れ曲がっているものの方が使いやすいです。さっきまでArduinoを経由させて電気を供給してたんですが、Arduinoを外して、こういう感じで、これ AC アダプターの 5V 2A のやつなんですけど、ここから電気を供給してます。それで横傾けるとオフで、傾けるとオンになります。十分動きます。